皆さんこんにちは。今日は背中のトレーニングをやっていくんですけど、3種目目以降は、コンパウンドセットっていうのを使って今日はトレーニングやっていきます。でまずはじめにコンパウンドセットどういうやり方かっていうと、1つの部位に対して2種目連続でインターバルなしで行っていくと。でそれで1セットっていうような感じです。まあ、似たようなやり方でスーパーセットっていうのがあるんですけど、スーパーセットっていうのは、まあ、拮抗してる筋肉を鍛えていく種目。例えば二頭筋だったら、アームカールをやった後に、インターバル入れずに今度はプレスダウンをやって、拮抗する筋肉を一度で鍛える。これがスーパーセットなんですけど、今日はコンパウンドセットっていうやり方で2種目連続で背中に負荷を入れ続けるっていうのをやっていきます。大体3種目目以降ぐらいから今日はやっていくメニューで組んでいってます。でまず1種目がこのチンニングからやっていきます。で自重でやっていくんで、まあ6セットぐらい、毎セット限界までやっていきます。グリップに持ち替えてさらに2セット、ちょっと広背筋のチューブ数入れていくようなイメージ、ローイングのイメージで体を倒しながらやっていきます。で最後2セットさらに内側握ってカブの方を狙っていくような感じ、まあ、ラストプルというよりも、ローイングやっていくような意識で体を倒してやっていきます。1種目目、ベントオーバーローイング、スミスでやっていきます。でこれも8回から12回ぐらいできる重さにセットして6セットやっていきます。まあ、インターバルはもう1分ぐらいでパパパッと回していきます。じゃあ3種目目、ここから冒頭で言ったコンパウンドセットでやっていきます。でまず1個目がこのラットプルと下のシーテッドローイング、これを連続でインターバルなしでやっていきます。両方とも回数12回から15回ぐらいできる重さにセットして、4セットやっていきます。今度ダンベルを使って、ダンベルのベントオーバーローイングと、あとは僧帽筋を狙ったシュラック、これをまたコンパウンドセットでやっていきます。まあ、両方とも回数15回ぐらいできる重さにセットして、4セットやっていきます。インターバルは、これもコンパウンドセットなんで、種目間はインターバルなし、1分でパパッと回していきます。終わったらすぐに今度はシュラッグ。
じゃあラスト、このケーブルを使ってケーブルのプルオーバーやっていきます。まあ縦の動きになってくるんで、しっかりストレッチをかけて、で背中の筋肉をしっかり寄せ切る、最大収縮狙って、20回できる重さで4セットやっていきます。まあ、これパンプ狙いなんで高回数でやっていきます。今日の背中のトレーニングはこれで以上です。コンパウンドセット取り入れることで時間を節約できるし、種目数もたくさん稼げるっていうメリットがあるんで、トレーニングに時間をそこまで割けない人とか、まあ普段のトレーニングでマンネリ化してる人っていうのは、たまにこういうコンパウンドセットとか、まあ別の動画で上げてるスーパーセットとか、そういうものを取り入れてあげると、まあ、いつもとはまた違った負荷入れれるんで、おすすめです。皆さんもしこういう動画興味があったら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バイ。シュッ。